フォーカス M 実況の青ゆりかです。そして解説は広柴田が務めます。柴田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日はまず前原のトップからスタートと。そうですね、バイマンツモでしたか、さっきの。そうですね、バイマンツモだったりとか、あと一通とかも決めましたよね。ありましたね、ハンデマンね。一通高めで上がってと、今日前原らしい、らしい、自然な感じでらしいし、はい、いつも通りの、いつも通りの。さあ2回戦、2回戦というか、はい、42回戦どうなるのでしょうか。それでは、対局の準備が整ったようです。フォーカス M、第42回戦東杯の開始です。42回戦、まずは並びから紹介していきましょう。ちいちゃに前原、なんちゃに沢崎、しゃーちゃに岡田、ペーちゃに高宮の並びで対局スタートとなります。なお本日の、ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。さあ当院1局、親番は前原、そしてドラはイーマンです。この M リーグルールは、ドラに、赤が3倍入っています。こちら親番の手牌、ちょっと苦しいか。沢崎は総勢一面使完成、岡田は赤赤、ただメンツはまだ一つも完成していません。高宮も赤1枚使った。ここで、マンツの一面使完成、しごろも見える形。さあ、41回戦目は、前原のトップとなり終了しました。本日の42回戦目さあ、このスコアがトータルポイントとなっております。トップを取った前原が大きくポイントを伸ばし、現在102ポイント。そうですね、スタート時は高宮さんね、はい、一番上だったけど1回戦ラストだったんでね。そうですね、うん、はい。さあこの M リーグルールですと、順位点が非常に大きいといった、トップを取ると、50ポイントプラスされます。で2着3着4着が2万点差つくんですよね。はい、はい、それぞれ20ポイントずつつくと、うん、なので着順アップも非常に重要というか、う、ね、うん、大きな。そうですね、トップがね見込めない時はね、うん、やっぱり着順で曲げようっていう方法を選びますよね、うん、2万点分の価値ありますもんね、うん、だから2着順上がったらラッキーって見るよね、はい、最後に、うん、4着から2着へととか上がったらね、まあ、はい、まあ、3着からトップなんて言ったらもうかなりのポイント差ですよ ね。だからそれがあるから、マンガやハネマンの補助はもう怖くないよね、着順アップのためだったら。見返りリターンが大きい、大きすぎちゃうよね、100万分の価値があるじゃない、2からトップだと特に。それがね、1000点2000点で決着ついちゃう時あるじゃないですか、差が、この1000点差で100万分ぐらいの価値がとか、はい、ね、それがまあこのルールの、特徴ですかね、うん。さあ岡田はイーシャンテンとなっています。トンのポンテンも効く形、ただトンポンすると赤ドラが出てしまう感じ。さあ高宮が地頃の3色でテンパイ、そしてリーチといきます。町はカンウピン、容赦なく、うん、チームメイトといえ、はい、容赦なく一発を消して、はい、さあ今回は高宮前原が麻雀ファイトクラブチーム、そして沢崎岡田が桜ナイツチームと、豪華なメンツの対局となっています。沢崎、うん、さあ岡田も関数層引き入れました。ここはリーチといきます。岡田の町は一数万、リーチ赤赤、ドラが、あ、この数万は一発で掴む。岡田の上がり、リーチ一発赤赤裏、8000の上がりです。さあ岡田南岸上がり、トン1局がスタートしました。さあ続いてトン2局です。トン2局親番は沢崎、ドラはローマン。沢崎の手にドラが見える、薬杯の初が統一。岡田はマンツ1メンツ、2メンツ完成、イーマンアンコとなりました。
猛獣に回った高宮、ね、2回戦目もね、うん、厳しい立ち上がりと。そうでしたね。自身の手も良かった良かったというか、うん、いい形でリーチといきましたが、追いついたのは岡田でした。さあイーシャンテン、前原も面白い形か。統一が目立つ、白が統一。チームメイト同士の対局で、まあ、お互いこう練習の場としてもすごくこう意見も交換できたりと、うん、いい一日となるんじゃないでしょうか。ああまあね、終わってね、うん、こうああだこうだみたいなね、やっぱね、普段からもこう M リーグの対局でね、お互い意見交換というのだったり、うん、確かに、うん、どうなのかな、厳しく言うのかな、気になるよね。前原さんとか澤崎さん案外優しいからね。優しいですよ ね。私もあのお二方にもね教わったりすることもあるんですが、うん、非常に優しいです。優しいよね。優しいことばっかり言ってくれ、うんうん、まあ、長所を伸ばすようにしてあげた方がいいんだろうね、うん、高宮さんとか岡田さん特に、うん、そうしないと多分、はい、小さくまとまっちゃうと多分、ね、いい方向に行かないんですよね、うん、伸び伸び、うん、伸び伸び打った方が、うん、ちょっといいプレーが生まれるから、うん、はい、うん、窮屈にしちゃうとほら、うん、失敗の方が多くなっちゃうよね、うん、多分ね。あ、確かになんかこうまあ、怒られるというか注意されてるわけで、 あれもダメかな、これもダメかなとか、そうそう、ね、プレーをするときにちっちゃく、気持ちがちっちゃくなっちゃったり、 そこからまたミスが生まれたりね、うん、だから攻めてた方がいいよね、うんうんうん、と自然といい方向に行くときは周りに起こるから、はい、その方が攻めやすい環境を作ってあげると、うん、さあ岡田テンパイ売れました。シャンポンだったかな、はい、うん、さあ前原は白を仕掛けていて、この形本一か、トイトイも見える。まあこのシャンポン、ね、さあこちらですね、あ、これリーチ、はい、エサマを引き入れてここはリーチといきます。岡田の待ち割りはウーマン、リーチドライチ。先ほど3ピンと数万のシャンポンからの待ち替え変化、うん、理想的な形と言えるか、リャウーマン。そうね、まあリーチしたら、はい、あの前原さんがこの4万打ってたのは限らないんで、あの数万が上がり逃しという形ではないような気もありますか。はい、さあ前原リーチを受けてこの形、完全な安牌は現状ない状況か、そうなりますね。ここは、数ピンの壁の2ピンの統一落とし、7万打ちにくいんですよ。表示牌の5万が2枚見えてて、はい、4万が宣言牌だから、はい、ドラが6でね、よくある形でね、カンチーマンのヨーロッパと思って、うん、さあ高宮がチームを引き入れて追いつく、待ちはリャンウッパーピン、リーチピンフドライチ。さあこの2ピンは高宮の上がり、リーチ一発ピンフドラ、8000の上がりは高宮です。さあここは前原が宝珠となってしまいました。ただ前原も手詰まりです、ね、はい、打つ牌がないなかったという状況。さあ早くもトン3局となります。親番は岡田、ドラは数層です。さあ岡田の手いいんじゃないですか。赤が2枚見える。さあどうだ、マンズで、一面つ完成、うん、ダーツもある。高宮は赤ウピンを引き入れた、ピン線一面つ完成。前原はちょっと苦しいか、自敗が目立つ形。さあ沢崎満線一面つ完成の手。さあ岡田、まあ、現状仕掛けはなさそうですけどね、岡田さんの、うん、赤ですが、うん、まだ仕掛けは赤嘘にくっつけたいですね。そうですね、くっつけて、うん、こちらパーピン、キューピンあたりも払っていけ、払っていくんでしょうね、構想的に。いけたらとチーピンで引くとちょっと難しくなっちゃうかな、うん、両面の、ダーツが残る、うん、さあドラは数層、今切るんだね、はい。
もうこのタイミングで A 級ピンパーピンと払っていく形か、うん、やっぱり G ピン引いちゃうと難しい手になっちゃうんで、はい、ちょっと柔らかく構えた感じですか。悩む手ってちょっと嫌ですよね、あんまり、うん、さあ親場が、あ、親場の岡田が数ピン引き入れる、うん、いいシャンテン。これも想像引いたら難しくなっちゃうね、岡田さんの手は。そうですね、うん、いいペーコーの形を切っていくのかシャンプーを残すのか。さあ今を引き入れる、ここは目いっぱい赤嘘、うんうん、そこでマンズ外す方もいますか。これ外さないと思うけどな。これはもう目いっぱいの手ですか、うん、外すとしても7万じゃない、はい、うん、ピン符を残しつつ、うん、4万は一応ね、はい、受け残ってるから7万ぐらいの、うん、ね、ロスは7万みたいな感じで、はい、さあ前原で引き入れる、一歩前進、役杯のトーンを重ねる、しかし自身で切っている、この3ピンはつもぎり。結構一方通行が嫌な人はマンズ払う人もいるかもね、うん、一方通行とはマンズだけの受け入れにしちゃう人は、うん、いろんな色で広く持ちたいという方ですか。そうですね、この3ピンとかも残す人はいるでしょうし、はい、あ、ピンズを伸ばして変化をと、うん、そうですね、シンプルなのはこの形ですよね、マンズだけっていう、はい、うん、ダイレクトなテンパイも広い、うん、嫌う人もいるのかな。さあ この3番でテンパイです。岡田リーチといくか。さあここは、リーチと踏み切りました。すごい、ね、リーチ単野をイーペーコー赤、うん、7700点の手をね、はい、まあ、裏ドラがついて跳ね満以上の手にすると、うん、町は観論満です。ローマンは手牌に3枚使われているので、山にまだ1枚残っています、うん、出ても積もっても大きい手、うん、もう決めてたっぽいですよね。そうですね、この方ね、うん、早かったですよ ね。さあ総崎イーシャンテン、うわ、さあローマを自身で積もり上げる、リーチ積もタンヤオイーペーコー赤、4000オールの積も上がりです。です、ね、うん、さあ岡田が大物手を積もり上げる、8000上がり、地局は4000オールと一気に4万6000点となりました。トーン3局一本場です。親番は岡田、ドラはパーピン、ピン線1面ず完成している。このハイパイ、うん、決めてましたね、決めてたんですね。まあリーチしてもしなくても結果4000オールですけど、はい、印象が違うよね他の人からね。そうですね、うん、このぐらいの幅でリーチってすごいね、うん、高宮がチャンスで、うん、そうでしたね、印象なんか、あ、力強いなっていう印象ありますよね、うん、あ、ここ闇手にしないんだみたいな、うん、じゃああの幅ぐらいからリーチくるんだなとかね、次はね、うん、よりあのリーチが怖く見えるといった形ですか。さあ高宮が初が暗行、そして役牌のトン白統一、数暗行なども見える形、想像本一も見える形、非常に楽しみな手になっている。ここは9ピン。さあこちら、うん、うん、泣くのかな、さすがに泣いて跳ねまんぐらいになるからね、はい、2ピン受け早速外していましたもんね、うん、外すと思うけどね、うん、まずあれぐらいはもう外していく、全然余裕あるんじゃない、うん、ランピン上げたら大して面白い点にならないからね。あ、これこの赤ピンは一回手に取っておくのかどうなのか。ただそうすると本一は遠ざかる、うん、ここは3ピン切り、まだ本一など強く見る形か、そう、ね、本一と統一で両方、はい、これだからウーピンと重なったら取っとくんでしょうね、うん、ウーピンだと数案号いいシャンテン、瞬通はいらないってことでしょうね、はい、さあここでウーピンも切り出していく、9万の方が重なりやすいということでしょうか。重ねた時にね、うんうん、上がりにつながりやすいとか、はい、総崎は想像が多い形、地合いも目立つ、親番の岡田、
さあローソフ切れました。イーシャンテン、東博1枚目からなくもありますか。ありますね。泣いてまた手がありがあるんで、うん、はい、高宮が、泣くとマンガン、泣いてマンガン、薬法一リャンゾーパーソンないからね。リャンゾーは使われていますね。沢崎があんこで持っている形、パーソンも岡田が統一で持っている形、ソーズがぶつかっちゃいますね。ね、このソーズ。この三頭は投げない。さあ高見はこの白仕掛けていきます。まあね、高見は白をポン。町は勘違いそうです。薬薬本一トイトイへの渡りも見えます。沢崎さんちょっと行きにくくなりましたね。はい、あのシャアは安全なんですけど、ペートンがね余ってるんでちょっとやりにくいですよね。あ、これ来たよ。さあトンを引き入れて待ち替え、ローソウソウのシャンポン待ち、ローソウだとトイトイもつきます。バイマン、はい、積もればバイマン。あ、3個出来合いだから、あ、そう、本一トイトイ3あんこ薬薬、ウソウだと、ウソだと満願しかないけど、ローソウだと倍満あるんじゃない。出上がりも倍満。そうですね。本一トイトイ三あんこ薬薬。そうですね。さあ高見はこの表積もり上げることができるのか。ソーズじゃなくても跳ね回りますからね。はい。さでも買えないだろうけどね。そうですね。まあ、今のドラとかもね。ドラ短期の倍満ある。うん。ただドラの方が上がりにくいかなみたいな、うん、ね、一応漫画の保険もね、かけるよね。さあ岡田イーシャンテン、さあローソーを積もり上げました。高宮本一トイトイ薬薬三あんこ4,000-8,000の積も上がりです。すごい、非常に綺麗な手に見えるね、綺麗、うん、さあ高宮待ち替えからの大物手、倍満を積もり上げる女性陣が決めてきますね。決めてきますね。さあトン4局となります。親番は高宮、ドラはリャンゾーです。さあ岡田高宮と大物手を挙げていく。さあ万世一面つ完成、役割の発が統一、親番の高宮、前はランマンゼ一面つ完成、沢崎総勢一面つ完成、岡田はマンツで一面つ、さあドラのリャンゾーはまだ出手のうちに、あ、失礼しました、前原がドラドラです。ドラドラ、はい、さあここはピンズリャンカンにまっすぐといったところでしょうか。沢崎もピンフが見える形、岡田一歩前進、いいね、はい、形は非常にいい。高見雄もパーピンを引き入れてまずまずといった形になるのでしょう、なったんでしょうか、うん、これは泣くかな、泣かずだ、初2枚目スルー、ね、うん、男前ですねそう、こちらが初を2枚目スルーした高見雄の手、こちらですね、うん、面前でと、面前で、うん、初は頭でもいいってことよね。789の3色も見てるんでしょうかね、うん、親番で2枚目役牌、なかなかスルーしにくいよ、ね、しない状況でしょうか。ただ高宮の選択はスルー、一通もあるしね、三色もあるしね。さあ自身で嘘を切っているこの赤嘘は手の内に、いい手法だなこれは、もう高宮ですか、うんうんうん、いい選択と、うん、両方見ていますね、上を残して、いつ、さあ沢崎テンパイを入れます。ウーピンを引き入れました。リーチピンフ高めはタイヤを、待ちは6、9万です。ローマンだと高め、パーソンいけるか、うん、初になるのは何そうだけど、うん、いいんですね、うん、これは入ったらドラム勝負していく形か、ね、高見は。さあ前原も一歩前進、うん、沢崎の町は6、9万。やっぱりこの一発のあるルールだからね、はいはい、
なかなかパーソー一発でいけなくて、ローソギリーチですもんね、一回発とかね見ちゃうけど、統一落とししたくなる状況、ただ高宮の選択はパーソーギリ、発を泣かなかったっていうのは守備的な意味じゃないんだよね、攻撃的な意味で、さあ引けるか、これはよれたから、はい、発になるか、おでも1万じゃないからねこれね、どまっすぐ、ね、はい、さあ前原が追いついた、町は関数層リーチ、赤ドラドラ、打点は十分、関数層どうなの、結構よく見えたけど、数層は、手配に2枚使われています、うん、山には残り2枚、うん、今度は赤ウーピー試練筋ですが、前原には無筋、これイーソーが場に出てるけど、はい、数層がまあまあいるパターンですかね、イーソーが出てると数層スライドじゃないですけど手の内にっていうケースですか、持たれやすいけど、うん、じゃないパターンに当てはまる、運送が見えちゃってるから2枚、前原も数層だったら勝負できる、まあ形です、形じゃなくて打点でいってますよね、イーソー4枚切れですもんね、イーソー4枚切れ、うん、4枚切れ、目に見えて4枚ない、さあ沢崎は69万、69番もまずまずいるんですけどね、まだ、山に4枚、4対2、岡田はどうする、イーピンね、イーピンはワンチャンス、攻撃的にいくなら感もあるか、ウーピンは安全牌よね、はい、さあここは迂回、我慢の曲か、これになっちゃったか、初は統一落とししている、2も7も通るんだけどね、はい、どうする、どうするか、イーシャンテン、これおいいですね、さあ7を切り出していく、7は全くの無筋、まだまだ勝負していくぞと、うん、さあローマン、もう5万か、うん、ドラを打つのか、ドラ打ちもあるな、一通が完成は高宮、5万だな、5万切ってやみてんですかね、5万は大丈夫、うん、さあ高宮がやみてんを入れます、一通赤ドラ、次の危険牌はやめるんですよね、はい、あ、うん、高宮さん普通はね、普通はね、はい、これ一応初を切った時の上がりがこの形だったから、はい、これはやめれたら偉い、数層は、うん、前原の上がり、はい、前原、リーチ赤ドラドラ8000の上がりです、さあこの数層を、打ち切りましたが、これは前原に捉えられると、超まっすぐいった流れでしたね、高宮さんね、八切ってドラ切って、うん、非常に心強い選択を心強い選択、そう、ね、強いられますが、どまっすぐにいってたらマンズの一つの上がりがあったか、さあ親番は前原、難易局となりました、難易局ドラは9層です、でもまあ宝珠回っちゃったけど、はい、なんか高宮さん自身の成長につながる宝珠に見えますけどね、戦ってましたよね、じゃあ次はチーソー先に行っちゃおうかなとかね、初を切らないでね、もっと強い勝負できたかなっていう、そう、次につながる宝珠と、何かプラスに生かしたいよね、今の宝珠を、さあ前原1枚目から初を仕掛けます、そして前原の手にはチュンが統一、そして白も1枚ある、白が重ねば大きい手も見える、こちらイーシャンテンです、ちゃんとちゃんともあります、パーツ落としを見せるか見せないかよね、7、6落としたことになりますもんね、そうね、さあドラは9層、ローマンを重ねる、高見はソーズの本一か、
白がね、はい、食い上がっちゃった感じ。はい、高宮に行きました。圧を仕掛けないと前原の手に、うんうん、さあ一日さんも三色が見える岡田、うん、さあ一歩前進。高宮とかね、一色手とか決めるの非常に上手い選手だと、うんうんうん、思うので、この手も仕上げていくのか。岡田は一日さんの三色、ここは三万切り見ず見切った見切りました。両万は場に二枚切れ、うん、さあ前原子の、9万落ち天牌を入れます。町は一数層。さあこの白を高宮がポンイーシャンテン、高宮も打点は十分、本一白ドラと。さあ自敗の難を重ねる、うん、さあここで選択です。ここは嘘切り。前原の町は一数層、そうね、うん、上がりも見たってことでしょうね。高宮さんはね、数層が場に1枚出てるから、はい、これがより広い、はい、うんうんうん、9層なんか入れれば羽間も見えますか。ちゃんとそうね、トン切るかもしれないし、うん、イーソンタンキ、あ、さあこのイーソンは前原が自身で積もり上げます。初ちゃんた、センオールの積も上がりです。前原が軽快に上がりを決める。南極一本場となります。ドラは数層、レンちゃんに成功した親番が前原、役配の難が統一、万世一面図完成。しかし自敗が多い形、非常に苦しいか。うん、まずは急走から打ち出していく。沢崎もちょっと苦しい。面図はまだ完成していません。うん、岡田も苦しい。ちょっと今回長引きそうな、そうですね、ハイパイですね。うん、うん、前原本一か、遠くにしごろも見える。ちょっとだけ前原さんに今チャンスが生まれてきてる感じですかね。スピード的に苦しそうですが、周りも遅いと。厄配の難は統一。岡田はドラドラですが、ちょっとゴツゴツした形、タイヤに仕上げたいのかっていう感じですか、ね、うん、いいピン入り、うん、今もあるような、うん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 、なんか柴田さんは統一も大事にする感じですか。統一はなんか4統一ぐらいあると統一ほとんど切らないイメージ。4統一切らないし、3統一から、うん、統一はあんまり切れないんですよね、うんうん、やっぱりそこに上がりを見ちゃうから、うんうんうん、チートイツが本線ってわけでもなく、うん、なんか役を作ろうとした時にやっぱチートイツが一番早いかなと、はい、3トイツぐらいになると、あ、そういったゴツゴツした手配ですか、うんうん、やっぱりアンコにしてのリーチのみっていうのは一番守備力が落ちるとかね、うんうんうん、チートイツって上がりたい時難しいくらいですか。難しいですね、選択がすごい難しいなと思うんですよね、うん、でまあ、上がりに結びつけるには、うん、まあいろいろあるよね、チートイツは難しい、うん、何がいるかとかやっぱ考えないといけないからね、はい、さあ高宮が手が進むイーシャンテン、来た来た、うん、さあ初をポン、おとなしい感じがしましたからね、はい、さあ先イーシャンテン、ここも来た、この形。さあ天牌を入れる沢崎は一数層、高めはドラの数層です。初赤12000点か、うん、数層だったら3900、1200、うん、高めはイーシャンテン、イーペーコーも見える形、69層、うん、ドラは切りにくい、うん、まだ手の内に、さあ 手の内から9万を切り出していく。岡田はドラドラ、タイヤをにしたい。さあ天牌だ、
ここは闇天両馬ん前原、うん、この数走は、沢崎の上がり牌となります。沢崎初赤ドラ3900は4200の上がりです。北条に回った分前原親番でした。さあ早くも、難2局となります。親番の沢崎ドラはパーマンです。さあ岡田赤が1枚まあ沢崎さんもね、うん、あの1万4000点持ちだったんですけど、はい、前原さんが一上がりするようものなら落としにかかるって面白いですよね。うーん先ほどの一上がりありましたよ ね、 うん、やっぱあの昨日の前原さんもそうだったんですけどエンジンかかっちゃうともうちょっと手がつけられないっていうその序章というか、そうよね、うん、だからきっかけになるかなっていう感じしたんで、はい、今のはさっきの上がりが先ほどの一層の上がり、うんはい、なんで、うん、それを汲み取ったって感じですかね、はい、いつもよりワンテンポ早く仕掛けたかもしれないと、うん、そうですよね、うん、こう岡田さんや高宮さんがさ、はい、万願倍万って上がってくるとさ、うんうん、もう負けてらんないぞと思うけど、うん、大きい手を狙っていこうって気持ちにはなりますよね、うん、じゃあ俺も跳ね回るみたいな、そうそうそう2000点なんて上がってらんないなみたいな、うんうん、なるけどね、あんまドラでフィニッシュできるイメージないですもん ね、 ね先ほどの手だと2000点か、ねうん、でも面前で作り上げれば万貫ぐらいいけるかなぐらいの手配でしたもんね、うん、だけどよって話はね、はい、前原さんが一上がりしたのはちょっと良くないなと、うんうん、そういった場の状況によっての上がりだったかもしれません。さあ前原はピンズの本位に一直線か、親番の沢崎まずまずいい形、そうですね、いいシャンデン取らず、うん、さあ岡田もいい形、これで3万になるのかな、ここは選択両冠の総図、まあ3万がセオリック、うん、ローソーが場に3枚切れ、うん、ということは3万からまた牌を伸ばしていこうとかね、はい、4万引きとかね、まずの伸びを、うん、重視したのかもしれない、うんうんうん、さあ一歩前進は沢崎、ね、さあここは選択チーピン切っています、ね、じゃあここはウーピンですか、じゃあというか、うん、そうですね、そうですね、そうなりますね、あすいません、そのうん、カッパ層でリーチ打ちそうだな、うん、馬強はよしと、実際山に4枚なんだ、ね、あそうなんだ、うん、ちょっと老僧切れすぎちゃってちょっと気持ち悪いパターンですけどね、逆に持たれているかなっていう感触もありますか、ここの人が変な人ね、高宮さんがちょっと変だから、高宮イーソーから仕掛ける、うん、イーシャンテン1233色ドラも使っている、うん、9万が入ればちゃんともつく、そうですね、あ本一じゃないんですかみたいな地位ですもんね、うん、川はね本一でしょうみたいな感じでしたが、そっか、高宮の欲しい3万も岡田が持っている、さあ親番の沢崎、うん、いいシャンテン3万、さあこの3万は地位123の3色が A メンツも含めて完成、待ちは69万、9万だとちゃんともつきます、3色ドライチ高めはちゃんた、うん、安全牌の発音を残したってことだよね、岡田さんはね、こちらですね、うんうんうん、3万はもう最終的に使えないと、うん、持ってられないって思ったのかもしれないね、うん、もう宝珠、うん、全体的にみんなマンズに寄せてるように見えるから、はい、あ沢崎もマンズ高い、サブローマンが6枚見えてるからこの持ってられなかったんでしょうね、さあここは広く持つリャンマンは手の内に赤ウソを持ち出していく、高宮は天杯を入れています、69番、ローマンでも上がれます、前原ここは受け気味かね、沢崎もマンズはもうちょっとこれくっつかるんですよね、うん、くっつきが非常に薄い状況です、いいシャンテン
ちら。あとはね、何持ってるかよね。さあ、9万、ここ割り1といきます。うん、沢崎町はパーマンです。ドラのパーマン町のリーチ。リーチ。これ打てないでしょ。うん、ここは原発を急走から。うん、さあ、ドラのパーマン。山には残り1枚。残っています。高みはどこまで押し切ることができるのでしょうか。うん、全部でしょ。行きますか。うん、ここは何町か分かんないの。沢崎ですか。うん、うん、何町か分からない。うん、シャアの取り落としありますよ。行く。あ、安全のね。はい。なんか仕上がりかん、まあ実際カンパーマンなんですけど、うん、仕上がり悪いんじゃないのっていうふうに見るのが結構普通。仕上がりが悪いというのは沢崎がですか。うん、そんないい手じゃないですけど、簡単には入る感じではないんじゃないですかと。うん、やっぱりマンズが高すぎるからね。はい、みんながマンズ持ちすぎちゃってる。じゃあどうするかって言ったら、例えばマンズのまあ7とかは切りにくいね。とにかくね、7、8はね、うん、ドラ周り、まあ9は自分の上がりだけど、はい。さあ、沢崎は積もることはできず、残り高宮は積もが1回残っている状況。さあ、岡田は切れる範囲があるのか。トンはションパイ、シャアは沢崎には通っていますが、高宮にはね、風配、なんだろうね、何が通りやすいのでしょうか、この状況は。ここはシャア切り頭なんだよね。あ、これいけないかもね。もう積も番がないもんね。積も番はありません。切れない、普通に考えたらね、はい、上がりがないわけだからね。はい、はい、さあ難2局は沢崎の一人転敗で流局となります。うん、高見は粘りましたが、上がりに結びつくことはできず、上も全くの無水でしたね。うん、マンズの上は全然ある状況。さあ、連チャンに成功したのは沢崎。何2曲1本場、京卓は1本、ドラはイーマンです。さあ、沢崎、フォーカス M ではちょっと現在苦しい位置にいますが、 M リーグの方ではすごい絶好調で、うん、個人成績1位、そしてあのハンチャンの何でしょう、一番大きいトップ打点、あ、はい、最高得点、最高得点、うんうん、そう、それも1位、そしてチームも1位と1位、うん、非常にあの1年目から好成績を、うん、仕事をこなしてますね、はい、自分の役割をね、はい、こうしてもう桜ナイツを一番に引っ張っていっているという、ね、うん、岡田もねそれについていってと、そうですね、はい、現在 M リーグでも活躍しています。そして前原も、まあ、チームを引っ張る昨日大きなトップをと、個人成績現在3位ですか、うん、上位の方につけています。さあ、手配の方はどうでしょう。高宮がまずまずといった形か。まず一面完成、前原もドラドラピンが見える形、沢崎が統一が多い形、どうする。うん、ここは数万切りから、うん、本一までってことかな、泣いたら、うん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 、本一を見ている。ただトーンはもちもち、さあ、ここはローソー切りとします。目いっぱい4、3と切り出していく。あ、いった、沢崎の分断された、うん、あのピンズが多い形っていうのはやっぱチートイツの方が本性になりますか。まあ、トイトイもありますか。うん、トイトイというか、まあ、仕掛けてみてから考えようとか、うん、でこの振り手の椅子とか泣きやすいと考えてるかもしれない、ね。なるほど、本一にならなかった時ね、うん、の保険、うん、現状なんか本一にならなそうですもんね。はい、チートイツにはなりそう。さあ、チーマー先順に、はい、パーマンを切っていますが、残す
売り手のウッパンマンを受け残したのは前原。さあ、両ピンを子にする重ねた、うん、ここは一層切りか。さあ、前原イーシャンテン、ウッパーマンは振り点となっています。白、うん、をあんこにした自身で重ねる。急走はみんなに安全といったとこでしょうか。そうですね、急走残し、うん、イース走を引き戻しよりももう本一一本と、うんうん、ヤゼガヒデも赤ウーピンにくっつけたい。前原さんは振り点に照準合わせてるよね。はい、振り点に打つんだろうなきっと。うん、高宮もいい形、二刺し、二刺し見えますね、うん、はっきりと見える。イーマンでもドラ。さあ、これは GP を引き入れたらもう泣く構えか。うん、泣くんでしょうけどね、うん、あれでもローピンがないのか、上がりまでは見てないかもしれないね。あー、騒ぎですね、うん、さあ、この嘘はつもぎり、ドラドラと前原。これ見えるね、円本チーといいイーシャンテン。あそこまで行くとまた泣くのちょっと躊躇しますか。そうですね、上がりを見たら泣かないのかな、うんうんうん、すごい難しい。チーピンは場に2枚切れています。ローピンは3枚切れと、貫禄ピンも非常に苦しい状況、うん、このチーピンがそんなに悪くないとかって、はい、逆に重ねる分にはね、うんうんうん、さあ、ここはいない、ね、チーマンイーシャンテン、トンも一応あるのか、岡田も迂回気味。さあ、高宮はテンパイを入れます。タンヤを待ちわりゃんそう。さあ、前原がテンパイを入れました。ウーマを引き戻す。リーチピンフドラドラ、待ちはリャンウピンです。ただこのリャンウピン、非常に薄い。高宮があんこで持っている。そして沢崎も統一。ウーピンが残り1枚。さあ、ここはリャンゾを積もり上げた高宮。タンヤを積も、500、1000は600、1100の積も上がりです。前原もウッパーマン引き戻して大物となりましたが、ここは高宮が上がり、さあ、高宮の上がりで難3局となります。親番は岡田、ドラはリャンゾー、そしてこちらが親番岡田の手配。ソーズが多い形、赤馬もある。非常にいいんじゃないですか。いつも見える形、ね、まあ、素直に、もうメンピンドラドラで打点も十分。嬉しくない、うん、ちょっと難しい選択か、スーピンかチーピンか。ここはスーピン切りとします。さあ、高宮薬杯の白初統一、うん、本一に寄せたいか。ここは一旦パーマン、北上がりも大きいですよね、うん、オーラスで岡田さんね、うん、届くために今上がられちゃうと厳しくなっちゃうんで、はい、あ、高宮はその大きく目指すというよりも、もう軽快に、うん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 、でオーラス勝負、はい、ここで1000点2000点くらい上がってと、うん、親番ありますもんね、うん、さあ、ここで、前原沢崎はどういった戦いを見せてくれるでしょうか。わあ、いいの来た、うん、絶好の数走。前原はまあ残機満願クラス、うん、ね、上がれればオーラスに向けての目標がという形でしょうか。高宮さんはね、2000点上がっとくと、はい、あのオーラスで沢崎さん満願つも届かなくなるんで、12600差つくんで、これ78切りたいな。難しい、ここはローソー選択、うん、タンヤをピンフ方向ですね、はい、うんうん、マンズにくっつけてと。さあ、数層引き入れてピンズのカンちゃんを払っていたのは高宮、沢崎は現在2万点まだまだ、うん、ここは、まあ、よくいいとすりますか。一通が完成、ソースの一通が面前で完成したのは岡田、もう打点は十分、はい、
方が本物でいいじゃんって。すんなり来てほしいですね、はい、6万7万8万、うん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 、まあ4から8までどれか何でもいいですよね。3と9はちょっと嫌かな。ああそうですね、選択というか短期待ちになりますもんね、うん、さあここはEピンを切り出していく高見は想像の本位2行きましたね、行きましたね、大きく行きましたね、うん、Eピン統一落とししない選手もいるのか。まあいるけどね、まあ、ドラリアンと、うん、赤ウソとウソを入れ替える、このウソはチー、高宮イーシャンテン、白リャンゾウウッパーソーでテンパイ、さあ前原はどうするか、今切りマンズ来ない、うん、岡田が欲しいのはマンズ、ああ3万なんかこれは選択が強いられる3番そうね、うん、でももう今欲しいのはテンパイでしょうね、う岡田さんは。さあこの3万はスルー、泣けないよね、泣いても漫画だけど、漫画ありますけどね、うん、さあ選択、ここはシャアを手の内から、マニはションパイ、泣くがあるな、これはありますか、うん、おこれは我慢成功、岡田が6球間のテンパイ、そして高宮のドラも引き入れてウッパーソのテンパイ、高宮は英訳杯本一ドラさん、ウッパーソ、そして岡田がひっそりと親っぱねのテンパイを入れています。岡田は6球間、怖いピンフ一通、赤ドラ町は6球満です。6球満は誰から打たれても、そうね、いや、うん、お互いが打ち合い一番嫌なパターンよね、うん、岡田の町は6球満、高宮の町はウッパーソー、うん、さあここは吐くつもぎり、うん、これは9万ですか、これ9万でしょう、あこの9万は自身で使える、ね、そして岡田の現物愛が7万あれえ出た、あこのパーソー、このパーソーは高宮の上がりとなります。初本一ドラさん1万2千の上がり、さあ先からパーソーが打ち出されました。岡田大物手だっただけに非常に悔しい、うん悔しい、うん、思うよね、チーム同じ、はい、何やってんすか佐々木さんって岡田思ってるかもしれないけど、トップ目変わっちゃったじゃないですか、うん、チーム戦じゃないんでね、フォーカスはね、はい、うん、さあ難4局となります。親番は高宮、ドラは初です。さあドラの初が統一、十分に逆転のチャンスあるよね、はい、役割の10も統一、親場の高宮、そしてこちらが前原、前原もういい形、いいシャンテン、うん、来た、まあ、高宮もまずまずか、そうぜひとめんつ完成、うん、まあ小三元とかね、しかしさあここでテンパイを入れますがここは外す、取らず、テンパイ取らず、岡田ですよね、うん、小三元も見える、まあ、大三元はないもんね、うんうんうん、ただ白が目に見えてもう1枚しか残っていない、ピンスの本一ですか、うん、3900じゃ足りないからってことなんでしょうね、はい、初が抜けた時だけこう形をチェンジと、うん、でも小三元になる時は初が3枚ある時だからね、うん、切ってもいいと思いますけどね、白をね、うん、ただまだ手の内に残します。さあ一歩前進は高宮、迎え撃つでしょ、選択です、ここはローマン切り、さあ前原はテンパイを入れます、タンヤをパーソーとパーピンのシャンポンでテンパイを入れる、うん、前原は、今上がると3着でフィニッシュと、そうですね、うん、2着遠いんでね、うんうんうん、2着までは羽つもでも届かない、うん、羽マンのローマン上がり、
はい、あんまり現状ないよね、うん、手材料が。そう、こうやってローピンを引き入れるピンズが伸びる形、高宮も一歩前進、イーシャンテン。どうします？4万の層。ただ、愚形が残るイーシャンテン、ここはリャンピン切りとします。柔軟に構える。じゃあ前原はここはパーソーパーマあパーピンあたり入れたらスッと終わらせますか。うん、うん、4着も近い状況。3ピンか、うん、3ピンは4万打ちだったんだけどね。はい、4万を打てば、3万の受け入れは残ると。そうですね、うん、で5万引いてもね、69万振り点だから、はい、うん、なるほど。さあこのパーピンは前原が、はい、前原上がりました。このパーピン、はい、前原の上がり、単ヤオで1300の上がりとなります。さあこの上がりで42回戦が終了となりました。42回戦トップから高宮、そして2着に岡田、3着に前原、4着に沢崎という並びで42回戦終了となりました。はい、それでは対局を終えた選手の皆さんにお話を伺ってまいりたいと思います。準備をしますので少々お待ちください。誰来ますかね。はい、そうですね、今回はチームメイト同士なのでおそらくお二人ずつ来ると思いますが、はい、沢崎さんと岡田さんは、はい、うん、ファイトクラブチームって言ってた。あ、いやいや、あの個人個人一着一着ですか。トップトップですか。1回戦目前原さん、2回戦とかね、うん、もう一個、はい、はい、それでは、はい、高宮さん、前原さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、疲れまいた。お疲れまいた。そうですよね、連日の対局でお二人ともすごい疲れている中、はい、ありがとうございました。それでは対局を終えた選手のお二方にお話を順番に聞いていきたいと思います。じゃあまずは高宮さんから。はい、はい、2回戦、42回戦目、はい、トップおめでとうございます。 ありがとうございます。今日は、はい、1日を振り返ってどうでしたか。そうですね、はい、1回戦目がもうこう結構全然なんていうのかな、うん、押し切れない感じだったので、2回戦目はもう本当にトップを目指して頑張ろうと思ってたんですけど、はい、はい、ちょっと数関数層が痛かったですね。あの前田さんに今週の、はい、そのリャンツー短期です。あれね、カレーな目線ね。カレーじゃなかった。全然カレーじゃなかった。2層4枚切れでチーソーも出て。でもね、なんかあれも、うん、あのまだ岡田さんと1000点差ぐらいだったじゃないですか。うん、だから親とはいえ、そのまあ漫画も見えるとはいえ、うん、なんかその押すのかどうかっていうのがなんか微妙っていうか、あのウーアンとかを押せてしまうと数層も切ってしまうと思って、うん、いや押した方がいいと思います。そうですか。だってあんな関数層の特殊状況だもん。でも私もリャンゾー短期なんですけど、ドラの一通が完成して赤ウーマンも使ったドラ短期でしたよね。ドラ短期に向けて何かあったら追っかけると、何かあったら追っかける。あの初の統一落としあたりで選択とかまた来ちゃいますよね。結構厳しい派ばっかり。全部行くと高宮さんが最初に上がりますよ、うん、だからそういった意味で結構完成に近づいてんじゃないかなって。本当ですか。そうだと思う。かなり途中までね、パーソーとかもすごい切りづらい牌でしたけど、はい、一発で行ったりとか、うん、なんか最初押し切ってましたよね。戦ってるっすね、うん、素晴らしい、うん、うちのコナミがね、あの本当に高見前原さんのためになっちゃった。救われた。ありがとうございます。もう本当にさ、ボケースがさ、骨折とか捻挫とかさ、肩壊してるから、ね、
そうなんですか。直球しか投げられないのにさ、うん、あと曲がらないフォーク曲がらないフォークスチーマーとかですか曲がらない肩上がりのああのそちらの対局でだからさ、ボールが飛んでくればさ、はい、ストライクだろうボールだろうなんだろうバット振りゃいいと思ってからさ大変ですよね。いや私も基本そう思いたいんですけど、はい、ちょっとピヨピヨしつつ、うちはそういう 方、はい、方面で言ってますんで、はい、俺らに変化球はいらないと、うん、そういうテーマでやってますんで、うん、そのためにはやっぱり足腰を鍛えて、はい、稽古量を増やしていくしかないんじゃないかなっていうのは結論ですね、はい、だまあ今日もご視聴してくださった方にはそのまっすぐぶりをぜひご覧いただければありがたいなと思ってますね。はい、以上まとまりました。全部まとめてしまいましたね。あ、でもまだ終わりませんよ。まだ終わりませんよ。まだまだもうちょっとお付き合いください。はい、あ、でも柴田さんを見てて高宮さん今日こうまっすぐ打ててる感じだねっていう1回戦目からおっしゃってましたよね。あのやっぱりさっきの曲でね、初2枚泣かないで漫画でシャンテラして、でリャンゾ短期になっちゃったけどね。はい、で腰重くなってきてるでしょ、うん、あれ初残したらすごい神プレーが生まれましたね。2枚切れの初をね、意外と切れるのかもしれないと思ってたんですけど、ね、普通はやっぱ切れない、はい、なかなか2件に1にね、うん、2件に3枚ぐらいいくわけだからね、はい、あのね、はい、私の間違いの大概1個間違いなんだから、いやーでその後の切れ、その後に持ってきたのが数層なんだよね、はい、洗い逃しの後に持ってきた、あ、それは気をつけた、うん、そうそうそう、あ、自身の上がりがあった後に、そう、はい、そうだから次持ってきた、はい、やめた方がいいんだよねって言った時に、あ、スーソー持ってきちゃったんだよね、でもスーソーちょうど切りやすそうだね、変な顔になってた、だから経験則っていうかね、だからサータクスなんかもそういうところでも味わってるよね、うん、あのそういうロジカルな部分じゃなくてここで上がり損なったから、うん、じゃあこれはやめようみたいなね、うん、そうですね、そういうの結構大事なんじゃないですか、はい、せっかく今日もね、いいメンツでこうすごい、だって前ね、澤崎さん、岡田さんと前原さん、あの普段のね、うん、あのムニグだと対戦することがないんですけど、フォーカス M なら対戦できるというね、そうですよね、チームメイトとは対戦できないので、この場でしか、いくらでも稽古つけてるんだから、普段も出さってると思いますが、稽古の時ってこう私が教えてもらう感じじゃないですか、ね、試合形式だとね、いつも上から目線で決めるなんてこの嘘つかないでください。昨日もさ、嘘やめて、嘘やめて、沢崎のこと、沢崎じゃない、いや、あの藤崎のことね、うん、おさーんとか言ったカリガニ私のことマイちゃんとか嘘じゃないでしょ。それは本当です。大親しみやすい、ね、うん、上位関係うちないから。あ、そうなんかね、すごく優しく教えてそうですねっていう話もね、そうそうそう、してました。優しいんだよなって。うん。まあ、あの細かいことはね、もうどうでもいいの。行けとかさ、芋引くぐらいで、うん、こう引くぐらいだったら死んでしまえとかね、そうって言ってました。長所を伸ばすってことですよね。そう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 、あの短所を矯正するとね、うん、長所も死んじゃうから、うん、あの表裏一体だから、だから長所を伸ばしていこうって、だまあ長所短所なんてみんな自分のこと分かってんだもん、うん、それも自分のいいとこって知らない人が、まあ、僕含めてね、みんな本人って分かんないじゃない、でここはいいよってやっぱ教えていくのは、うちのこの麻雀を書いてくれるのはやり方であり、うちは麻雀を知らない人は監督ですからね。ね、中の人の話ですか。そうそうそう。そうなんですね。そうそうそう、だけど監督絶対だから。麻雀。で去年監督みたいなのやってたんで、やめた。疲れちゃいましたよね。うん、でもまあでもうまく回ってるし、うん、あとは藤崎だけかな、うん、相当やっぱりね苦しんでると思います、うん、私はそんなことよりもね、放戦、はい、プロリーグ、はい、これが本当に大事です、うん、踏ん張りどころです、はいはい、残り一節ですか。半ちゃん1回、半ちゃん1回、半ちゃん4回、半ちゃん1回、うん、あ、反対1回のつもりだった。はい、私もやばい、やばいけど、あの皆さんのとこに行くまではね、
あの独自ですもんね、家庭ですもんね、家庭でしっかり苦しんで、宝泉宝井っていう舞台の予選なんだよ、うん、だから A とか B とか C とかあるけど、はい、全部予選だからそういう認識でいけばいいんじゃないですか、うんうんね、はい、まあこういうね、まあ、フォーカスルームとかも含めていろいろな、はい、はい、稽古の場はたくさんあると思うので、うん、なんか得られるものをたくさん増やして、うん、身にしていけたらいいなと思います。そう、ね、はい、もう素晴らしい言葉終わりが分かんなくなってきた、ね、今日もね、沢崎さんと小田さんとやらせてもらったんだけど、はいはい、やっぱり沢崎さんはね、うん、あの稽古だからって手抜かない、麻雀にもう手を抜くっていうことがない、ね、稽古だからって手抜いたら本番では絶対踊れないから、はい、うん、やっぱりそういうところを本番よりも稽古をみっちりやっとかないと、うん、よくマラソン選手があのコーチトレーニングやるわけじゃない、酸素を吸うところで、はいはいはい、実践練習みたいな、そう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 、はい、練習の方を濃くやっていかないといけないから、うん、まあ学ぶところの多い、はんちゃん2回でした。ありがとうございました。それではまた、はい、お疲れ様でした。ありがとう、これ入っていいんですか、大丈夫ですか、意気込みみたいのいいんですか、あ、ね、あのメッセージ、じゃあ高宮さんからお願いします。はい、今日もすごくいい経験をさせてもらえてますので、常にね、どんどんと何どんどんと腕を触れるように、まあ、腕の振り方もいろいろあると思うんで、はい、ブンブンブンね、ブンブンブン、はい、まあ一個一個身にして、戦っていけたらいいなと思います。はい、次のフォーカス M は12月ですね。そうですね、12月ぐらいからまた始まるのかな、はい、私12月24日だった気がする。おー、クリスマスイブに、はい、そうなんです、サンタさんからの、ね、天候がイブに高宮さん、いいね、マリちゃんが見れると、そうそうそう、ファンの皆さんが喜ぶと、はい、サンタさんからの天候を待ちながら、まあ、24日も頑張りたいと思いますんでよろしくお願いします。お願いします、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、前原さん、あ、私はね、今日ね、昨日帰り着いたのは2時半ぐらいだったのかな。うーん、まあそんなにかかっちゃったんですか。で、体調が悪くて ER 行ったの。え、あ、そうなんですか。うん、で、古橋と三田君に、うん、あの出れないかもしれないみたいなこと言ったら、それインフルじゃなかったから、あ、はい、この時期ね、風邪とか熱だったり、うん、だから今日ね、ちょっとね、あの12時までに着くかもしれないけど、あの遅れない、遅れたらごめんねみたいな、うん、まあそんな時はね、柴田さんがいらっしゃるね、うん、だから、あ、本当に体を気をつけて、はい、皆さんにやっぱりできるだけいいプレーをね、はい、できるかどうかは別として、はい、持てる力をお見せしたいと思ってます。はい、放送期待してください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では本日の成績表を最後にご覧いただきたいと思います。立ったり座ったり。はい、すいません。はい、今回トップトップでしたよね。あの一人ずつ。で、高宮さんが点数を伸ばして 142.1 ポイント、トータル3位と。はい、ちょっとだけ増えた、うん、今日ちょっと増えましたね。ゆうだ前原は、はい、前原さんも、77.4 ポイントと増えましたね。トータル8位と、はい、はい、得点を伸ばした模様です。なんか上に邪魔けなの2人ね、うん、いますね。あ、すごいチームメイト絶好調じゃないですか、佐々木里さん、態度がでかくなるから勝つのは嬉しいんだけど、それに比例して態度どうなるんだろう、うん、はい、そんなことないですおさんとか、まいちゃんとか、これ私じゃないですか本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ね、連日対局だとね大変ですよね、もう昨日は長丁場で、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どう、佐々木さんですか。はい、次は、岡田沙耶香さん、佐々木誠さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お待たせしました。お疲れ様です。お待たせしました。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。選手の皆さん、今日もお疲れ様でした。じゃあまずは岡田さんからよろしいですか、お話を伺っていきたいと思います。はい、今日はどうですか、41回戦42回戦。そうですね、個人的には結構集中して打てたんじゃないかなって、うん、あんまりなんか選択
ダメだったなみたいなのが少なかった気がするんですけど、うん、どうですかね。ですか、40。いや、よくまとめたと思います。うん、あの大田さんもね、1回戦さすがに嘘を打ったらね、意味がなくなっちゃうから、ローソン打って、うん、シャンパンで漫画にして、うん、終わってるし、うん、振ったらね、2着順下がっちゃうしね。そうですよね。ラス落ちはさすがにちょっと厳しいので、あのね、漫画の流れ決めましたよね。うん、そうですね。でも振らなくても下がっちゃったしな、最後な。迷惑あそこやね、1万8000のね、あれ、うん、上がりたかったんですけど、あーね、あの物手、うん、サブローマンガンガン切られて、まあ、地位点取る手もあるなと思ったんですよね。でも決めきれないなと思って、地位点でも1万2000でしたもん。そうなんですよ。ただ短期選択がちょっとまた、うん、想図がどうせダメで、マンズどうせ1枚しかない短期になるなっていう感じだったので、まあ、チーマンとパーマンは悪くないなと思ってたんですけど、うん、難しかったですね。うん、そしたらね、絶好の馬あと思ったんですけどね、うん、全然山にいましたよ。うん、そうですよね。位置ですかね、じゃあ逆にリーチしたら高宮さんの様子を見て前、うん、沢崎さんがパーソーを止める。パーソーは現物なんですよ、うん、ただ高宮さんの動向をもっと沢崎さんは見ますよね。あ、そしたら高宮さんがこう強く行く、あ、パーソーの、うん、あれ嘘落ちだったね。そうですね。だからあれ考えちゃったね、シャーシャーの、ね、あのだからあれドライ連想ってから、はい、あれだって両面両数があるんだったらね、なんか嘘が地位だよな、下で食うよなと思うからね。あ、そうそう、下で、うん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 、下で食って上で待つよなとか、上から食ってるから下だよなと思って、それで急に来ちゃったんだよね。急に来ちゃった。そうですよね。うん、うん、あ、そういう読みもあって、そうそうそう、うん、ただまあリーチだと沢崎さんだとその一巡を見ますから、うん、あの、うん、高宮のね、進行っていうのもあるかもしれないですけどね、あれやめてなりますよね。6球満が寄せますもん。そうなんですよね。もうみんながつもぎりそうだろう、6球満で。あれやっぱりペイちゃんいけないよな。この曲ばっかりはとかそうですね、まあ、でもすごい、まあ、あの曲は多分上がれなかったですね、どっちにしろ。チーマン短期になってたらマリさんのチーマン流れと、あ、中小か。ダメだ。ダメよね。ダメですね。チーマンも。でもチーはしない方が良さそう、もん。そうですよね。4578他はまあ1回戦もまあなんか管理予想とかでリーチ行けたのも良かったし、 うんうん、あれね、うん、山にはもう残っていなくて、あ、そうなんですね。そう、あの看護も手配から出たり、あ、そうでしたね、筋になってだったのかな、うん、ね、高宮さんがちょっと詰まっちゃって、うん、予想はローマが1枚残りで、あ、そうなんですね、もう最後の1枚を手代わりがなんか、そうそうそう、ね、手代わりがあんまないなと思ったので、決めてたんですか？そうです、決めてました。早かったですもんね。ね、決めてました。うん、闇天でも打点十分な、うんうん、手だったんですけど、あんまり上がれる手じゃないなと思ったので、うん、だったらリーチして相手の上がりを潰しつつ、うん、積まれたらラッキーぐらいだったんですけど、うん、そうですね、大きい上がりでしたね。そうですね。どうでした、柴田さん2回。岡田さん、良かったじゃないですか、持ち味というかね、うんうん、この中だとどちらかというと若干みんなよりし、まああっちがね、攻めすぎ、攻めだね、うん、攻めや3人に囲まれてるみたいな親に3枚泣かして3、リャンシャンテンみたいな人たちが揃ってるわけだから、うん、そうそうそう、まあ持ち味生かして、うんうん、あと一歩のところでしたけどね、そうですね、もう本当わずかな差なんで、うん、あの何が悪いって話じゃないと思うんですよ、うん、ただね、今日の対戦また生かして、またどんどん、はい、ありがとうございます、よろしくください、はいはい、あ、では沢崎さん、いいとこなし、お疲れ様でした今日はね、苦しい話でしたか。いや、苦しくは全然ないけどさ、うん、まあできるだけ泣かないようにとは思ってたよね、うん、うん、だから泣かないとどうなるのかなとかさ、そういうことやってたね。本当だから両層ポンとかね、あのほら12223とかさ、はい、あのソーズネスとかね、あれは普通はポンだからね、うん、うん、ポンすると依存が来るんだよね、あ、うん、なるほど、そうだからまあそういうのはあったけど、まあとりあえず今日は動かないでとかね、うん、うん、まあ気合もふと動くんだけどさ、あの一回ね3900の場面とかありましたけどね、うん、あの前原さんが一足さ、うん、数層で、うん、数層出るんですよ、うん、もうちょっと打点が欲しい局面でしたが、もう1枚目から仕掛けていきましたっけ、そうそう、だから仕掛けるっていうかね、うん、まあ、やっぱり練習するにはね、はい、なんかいろいろやっぱりテーマ作るのはダメよね、うん、これからプラスにしましょうって言っても無理があるから、うんうん、まあ、回数的にもそんなにできるわけじゃないからね、
うん、だからやっぱり本のチェックよね、うん、動かない時はどうなるとかね、動いたらどうなるとか、うん、そういうのはやっぱりチェックよね、うんうん、でも今あの M リーグの方ですごいもう個人成績とかもすごい、まあ、チーム全体いい感じで、そうよね、沢崎さんが引っ張っているなっていう感じが、ね、もう今日の見てよろしくお願いします岡田さんもね大活躍されてますけど本当に、うん、心強いというか、今週から連投連投で、うん、あ、私が、私がですか、そうやってもうあったりするんですか、いや全然そういう決まりはないですよ、決まりはないけど気持ちはそういう気持ちで、そうでしたか。あ、じゃあ最後にあのファンの方メッセージを一、はい、人ずつお願いしていいですか。そうですね、明日も、はい、桜ナイツ試合があるので、まあ、出るかどうかはまだ全員決まっていないんですけど、うん、ぜひ応援よろしくお願いいたします。ボーカスメモ頑張ります。はい、お願いします。はい、では佐々木さんお願いいたします。明日もね、あのやっぱり桜ナイツの試合あるけど、うん、うん、今のところ一応3連チャンで来てるのかな。明日2回出ると5連チャンなんだよね。あ、そうなんですね。3連チャンでしたっけ。2連チャンじゃないですか。多分3連チャンじゃない。昨日2連チャン、この間は2連チャン、その前1回だと思う。あれ、内川は内川でした。あ、そうかそうか、はい、なので2連チャンです。次出たら3連チャンです。やっぱり4連チャンのところ6連チャンやりたいよね。まあ全然それでも、まあ、どうでしょうね、出るか出ないか分からないけども、はい、まあちょっと出たら頑張るようにね。はい、フォア戦お茶はやっぱりそんなに優勝目指してってはちょっと難しいでしょうけど、うん、こっちは出ましたね。あ、はい、出ましたね。こちらが、すごい本日の成績となります。やっぱりプロはね、目立ってなんぼらね。目立ちますね、バッチリ目立ってます。これは、これ両方合わせるともう50ぐらいしかないもん、ね、ナンバーワンですね、はい、両方ナンバーワンで、はい、そうだね。だから次も、まあ、真面目に打って、はい、できるような内容はね、うん、あるいう、まあ、やっぱりマージャン練習できないと、うん、まあ練習しないとねうまくならないからね、うんうん、まあちょっと真面目に頑張ります、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。明日会場にはお二方とも行く予定なんですか。会場というか、あ、はい、それは行きます、はい、行きます。明日も頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、それでは最後に次回の放送日をお知らせしたいと思います。次回は12月3日火曜日の12時からフォーカス M サードシーズン43、44回戦の模様をお届けします。そして本日はこの後17時からこちら日本プロ麻雀連盟チャンネルで第36期宝仙 A2 リーグ第9節 D 卓、メンバーは藤原貴博、ダンプ大橋、藤島健次郎、黒沢咲以上の4名で対局が行われます。そして実況は楠原優、沢崎はこの後沢崎誠さん、そうなんですよね、はい、解説もよろしくお願いします。もう毒舌でいきますよね。バッチリ言います。体力ありますね。もう言いたい放題、やりたい放題。、はいはい、ということでよろしくお願いします、はい、となっております。さあ、それでは本日はこの辺りで失礼します。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。